手応えがある、ま、ハンドル切った時にボディがグニャってなる感じがないので、本当に新しい車に守られてるっていうのがなんかひしひしとこう、例えば段差を越える時とか雨の日とか、例えばコンディションが悪いところで、まずその危なくなるシーンがものすごく減ると思うんですよ。もう乗り込んだ瞬間のもう印象としてはもう本当に気持ちいいな、挙動が抑えられたというか、とてもフラットな感じで、多分長く乗るほど、まあ、疲れが出ない。自分が走りたいと思った線の上を綺麗に走れた時の気持ちよさみたいなの、新しいインプレッサー、やっぱり新しいプラットフォームですごくその性能が上がっているんじゃないかなと、スポーツドライビングだと思います。設置性も高いし、リアも安定してて、なんかまだいけるまだいけるみたいな感じで、ハンドリングが懐深くてすごく安心して走れる感じがあります。安全があってこそその走りっていうのが楽しめるのであって、でそのレベルを、まあ、今までのモデルから比べれば1段階も2段階も引き上げてくれた車だなと、そう思いました。僕はやっぱリアのデザインが大好きです。走り抜けていった時、追い抜かれていった時の見える姿が、この車だったらしょうがないかななんていうふうに思えるぐらい、すごい精悍なデザインが好きですね。アクセルとか全体のこう連動感っていうのがすごくスムーズで、まあ、自分の思った通りに運転できる、ロングドライブしたくなるような、そんな印象を受けました。その運転が楽しめる車なんじゃないのかなと思いました。